どうも泉圭介です。2014年にプレイフェアというデックをね作ったんですけれども、今回また新しいものを作りました。それがね、じゃん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 、これ財布です。ただこれは普通の財布ではないです。これはマジック用のギミックウォレットです。ただこれは普通のギミックウォレットでもないです。これは完全に普段使いできる、日常使いできるギミックウォレット、プレイフェアウォレットです。世の中には多くのギミックウォレットがありますが、一つだけ致命的な問題があります。それは使い勝手です。説明しましょう。まずプレイフェアは普段使いができるように、まずは普通の財布を作って販売しました。そして1年間日本中からフィードバックをもらって、何度も何度も反映させてサンプルを繰り返してきました。だからこれ見た目がね、全然怪しくないです。もちろんこれは普通の財布を作っている職人のハンドメイドなので、財布としての作りは完璧です。いろんなギミックウォレットが存在しますが、上品な牛革なので TPO を選ばずお使いいただくことができます。そして一番大事なところはね、小銭入れをつけました。実は小銭入れがあるというギミックウォレットはほとんどないです。多くのギミックウォレットが普段使いできるってよく言うんですけれども、僕は正直いつも普段使いできませんでした。それはギミックウォレットが悪いのではなくて、日本のライフスタイルに合わないだけです。なので実際に自分で作って、自分で改良して、日本のライフスタイルに合うギミックウォレットを作りました。あと最後に大事なことを3つお話しします。1つ目はね、非常に肝心な仕掛けの話ですね。これはカップスウォレットになります。仕掛け自体は非常に単純なんですけれども、うまく演じれば非常に不思議に見せることができます。2つ目はカラーバリエーション。ほとんどのマジックグッズはもう黒いものが多くて、もうきっとね、もう皆さんもね、同じことを思ってるでしょう。なのでブラックとブラウンの2色、そしてグリーンとライトブラウン、このねバイカラーね、合計4色を用意いたしました。最後は値段です。このギミックウォレットっていうのはほとんど、まあ、1万円近く、物によって1万円超えするんですけれども、これは6800円。さらにパームを使う手順と使わない手順の解説付き、しかもこの値段は税込み価格です。いかがでしょうか。これがプレフェアウォレットになります。今までありそうでなかったギミックウォレットだと思います。今回こちらプレフェアがね、自信を持ってお届けする商品になります。よろしければ最寄りのマジックショップでお買い求めください。終わり。